は抜けねえもんだな。丞相前晋江联盟直系皇上沢城の頭、無所にいるはずのあんたがなんでここに。しかもその罪は青龍会の会長殺しだ。海老名にしてみりゃ親の仇ですよね。なのに随分大事に扱われてるみたいじゃないですか。バカのお前でもそのくらいは気づくか、イチ。人のことをバカだのアホだのよく言い飽きないっすね。癖ってのは抜けねえもんだ。やられたな。それでどういうことなんです。早い話、4年前のあの日、星野会長を手にかけたのは俺じゃなかったんだよ。え、まあ、え？うわ、随分と遅い到着だな。星野も待ちくたびれたってよ。わが、これは一体。それはこっちのセリフだ。今までのお前ならもうとっくに片付けてたはずだ。沢城、お前じいさんが狙われてるってわざと情報を漏らしたな。うまくいきゃお前がじいさんを殺す前に一番が止めに来てくれる。そいつを期待してたんだろう。他确实没想下手。皮肉だった。他想装作。だから俺より先に別の殺しを送り込んだってことですか。その手柄はお前にくれてやる。青龍会の会長を仕留めたとなりゃ、無所の中で幅利かせられんだろう。もうとっくに若の信用を失ってたんですね、俺は。沢城、それは違う。最初からそんなもんはなかったんだ。竟然是这样。星野会長を殺したのは別の殺し屋だったってことか。そしてそんな風に若から切られてもあんたはおとなしくその罪をかぶった。俺が星野会長を殺しに向かってたのは事実だ。そうならずに済む。何か奇跡を期待してたとしてもな。それを私は無実ですってのも白々しいじゃねえか。黙って罪をかぶったのには
他にも理由があったんじゃないですか。そうだな。いくらかは罪滅ぼしのつもりだったのかもしれねえ。俺は若が、いや、自分の息子が腐った道に沈んでいくのを見てるだけだった。甘やかし放題甘やかして、荒川の親父にまで手をかけさせちまった。俺はそれを止めるどころか、後押ししてたわけだからな。無所に入ってから俺はもう死ぬ日を指折り数えて待つだけだと思ってた。だがそこへ待ったをかけたのがさっきの海老名だ。やつの代理人って弁護士が面会に来た。あなたの無実を証明できる再審請求をさせてくれってな。じゃあ海老名は星野会長がやられた真相を知ってた。えらい神秘。殺人犯は別にいたってことも。ああ、切れ者だよあいつは。しかも若くて勢いがある。そんな海老名が俺を無所から引っ張り出そうとしてた。その目的が極道の第二次大解散。お前もさっき聞いた通り、荒川の親父がやり残した事業だ。となれば、あんたも無所で腐ってる場合じゃねえってわけか。俺は東上界から近江に寝返って抗争を煽り、暴れ放題やってきた。そんな男に頭下げさせりゃ、今は無名の海老名にも箔がつく。全国の極道に引導を渡すからには貫禄がいるんだよ。海老名にとって俺はそのためのかませ犬だ。随分そんな役回りっすね。今の俺にはおあつらい向きの仕事じゃねえか。無所いるだけでてめえの罪償ったつもりになってるくらいならな。頭、今夜は海老名に頼んでお前と引き合わせてもらった。だが俺の身の上話をするためじゃねえ。言えたぎりじゃねえが、一お前に頼みがある。あんたがこの俺に？それも急ぎでな。引き受けるかどうかは話を聞いてからにさせてもらいますけど。確か職にあぶれたんじゃなかったか。時間はあるはずだ。で、沢城の頼みってのが何か分かってもねえのに、言われるがままパスポートを取ってきたと。従順だね。そうかもね。何にせよ外国に行かされるような頼みなんだよな、パスポートがいるってことは。詳しい話はこの後要平安頭と平安楼でってことだ。お前一人で危なくねえのかな。あの沢城を信用できんのかよ。あの人が俺をどうこうしようってんならもうとっくにやられてる。確かにな。とにかく行ってくる。実際仕事はねえし時間もあり余ってんだ。今の俺を必要だって言ってくれてんのに無下にするのも悪いしな。平安楼までは俺らもついてってやるよ。暇持て余してんのはお前だけじゃねえんだ。这边还有推荐商品是什么？哎，我没有发现这边有个保存按钮吗？一直。
夜总会。这，现在不开。放送が始まりました。うなぎさんよろしくお願いします。没有字幕。うなぎさんよろしくお願いします。今日ね、私この放送前没有字幕。ね、頑張る。这电台没有字幕，这下完蛋。啊，这。这这怎么办？这听不懂啊！真没有。都庁の映画館、カムロシアター、天天国シネマってこう二つの映画館、ご存知ですか？はい、うん、あの岡本町の中にありますよね、うん、あのこの番組で毎週やっている映画評コーナームービーウォッチドラゴンのために、まあ、行ってきたんですよね、うんうん、でまあ、あの岡本町のあたりもちょっとこう散策したりとかいろいろしてきたんですけど、まあ、相変わらず人多くてね、活気ありましたね、やっぱね、そうですよね、うん、ちょっとこう荒っぽい匂いもあったりするんだけど、そこがいいね、いい感じですよね、これね、でですね、私あのこの神室町に映画行くときは大体決まったルーティーン、黄金コースがございまして、うん、喫茶アルプス行くんですね、はい、行ったことありますか、喫茶アルプス。あのいつも前は通るんですよ、何を通ってから行く、やってやるぜ、走り行こうぜ、出番が来たな、ガンガン行くぜ、ガツンと行くぜ、ぶっ飛べ、映画館に行くの ね、でもちょっとこう老舗感があって、ちょっとね、昭和な匂いがするね、はい、まあでも今だからエモいやつって流行ってそんな、うん、昔ながらの喫茶店なんですけど、まああのいろんな食べ物も有名で、まあナポリタンとか有名なんですけど、私ここで必ず喫茶アルプスのビーフカレーが、ね、これね、私結構あのカレーいろんなとこ食べ歩いて本格カレーなんか食べるんですけど、はい、ここのビーフカレーは、まあ、私あのいつもね、あのカレーを音楽に例えるっていうのやってまして、うん、これね、一見こう私の言葉で言うとあの J-POP 風って言いましょうか、音楽で言うと歌が前面に来てる感じっていうかね、歌が立ってる感じ、 J-POP 的なミックスバランスみたいな、うん、まあ、食べやすいですよみたいな感じに一見パッと食べは思うんですけど、はい、でも実は食べていくうちにちゃんと、まあ、いわゆる音楽で言う低音も高音もだから、まあ、酸味も効いてるし、ちゃんと重めの辛さも効いてるっていうね、はい、ちょっとどっすりくるものもちゃんとあって、食べていくうちにあれこれ意外と J-POP だけどちゃんとこれベースにはダンスミュージックきっちり入ってんなみたいな、ちゃんとフロアででっかい音で鳴らしてもこれいけんなみたいな感じがちゃんと入ってるっていうね、はい、ここがやっぱいいんですよ、でちゃんと入れて腹ごしらえしてコーヒーの一杯も飲んで、はい、それで神室町奥行ってですね、神室シアターに行って、何見てんだよ、やっさっさと始めようぜ、ぶちかま、受けてみな、潰れちまえ、出番が来たな、いい映画じゃないところもありますけども、まあその酷評する場合はやはりムービーウォッチとドラゴンでね、まあ、酷評することもありますが、そんなことやって、行くというのも私のルーティンなんですよね、はい、ビーフカレー食べたくなりましたよ、食べたくなりましたか、はい、気になります、そのダンスミュージックがどんな感じなのか、キックが入ってるので味わってくださいね、はい、あの本日見た映画の映画表はムービーウォッチドラゴンで、後ほどまたね、あの今週中にやりますので楽しみにしていただきたいと思います、それでは番組始めましょうかね、アフターシックスジャンクション2、さみんな乗り込め今夜、サウンドのタイムマシン
あのアフターシックス超えるアフターシックス It's after after six まるでウィンターソルジャーにグレームリン2ダークナイトに帝国の逆襲級一作目超えたパート2にアップデート中未だ成長途中未知なる何かあなたにクエスチョン知れば知るほど湧く次のクエスチョン赤坂からまた探求しようアフターシックスジャンクション第2章 Let's go。 改めましてラジオでお聞きの方もアプリでお聞きの方もこんばんは。 TBS ラジオキーステーションにお送りしているカルチャーキュレーションプログラムアフターシックスジャンクション2、パーソナリティは私ラップグループライムスターのラッパー歌丸です。そして TBS アナウンサーの宇内梨沙です。この番組はあなたの好きが否定されない、あなたの好きが見つかる場所として、映画、音楽、本、ゲームの分析や独自視点による文化研究など日常の中に面白を掘り起こしていくという番組となっております。ということでですね、いかがですか最近宇内さんは。私今日ですね、横浜の偉人でゲームセンター佐々木っていうレトロゲームを置いてあるゲームセンターいっぱい置いてあるとこね、ありますね、行ったことありますよ、はい、レトロゲームの取材でゲームセンター佐々木に行ったんですよ、うん、ただその朝早くからのロケだったので全泊ということでね、神南駅の近くのレンガ造りで華やかな神南ブロンズホテルっていうホテル、何似てんだよあんたにも見せてるのができてるぜ、人生これ成長ってな。あれホテルなんですよ。泊まったことないですけど、ね、はい、うん、泊まったんですね、うんうんうん、いいねこれね、はい、私又天飯店どこかに出かけるとき宿泊するとき必ず愛用の赤ちゃんの時から持っている安心毛布、うん、大正节俭、あの私はミーミーと名付けてるんですけど、素材供給者、これ元は何だったんですか。元は母のパジャマ、点心套餐指的是这三个。お母さんの匂いがついてて、ちっちゃい時赤ちゃんの時にそれを嗅ぐと安心するみたいな。そうなんです。ライナースの毛布なんて言いますけど。はい。あ、そうですか。大事にして。いただきます。宝物なんですよ。ごちそうさま。子供とからあるから、それ元はお母さんの寝巻きだけど。はい。だってボロッボロになってるじゃないですか。不是。穴が開きまくっていて、どんな形なのかも。自分でも把握できないような、第三者が見ればただのボロ切れなわけよね、はい、そうなんです、うん、その第三者から見たらボロ切れに見えたんでしょうね、うんうん、ホテルで亡くなっちゃったんですよ。いやだってこれ聞いたちゃんとホテルの人に、ホテルの方は お前楽しませてもらおう、準備はできてるぜ、ガンガン行くぜ、受けてみな、潰れちまえ、出番が来たな、見さらせ、あたえ、
んでしたっておっしゃるんですが、うん、私は、清掃の方がゴミだと思ってボロ切れだと思って捨てたんじゃないかな、うん、まあそれ別に推理いらないよね。ですよね、うん、まあでもさ、これはちょっとなんていうかな、お別れの時っていうか卒業のタイミングっていうのがあったんじゃない。だからまあ新たななんかミーミーさん育てていけばいいんじゃない、こっから。ミーミー2でした。ミーミーさん、こちらもね、1からこうグレードアップしてたから、ちゃんも1から2にグレードアップして、そっか、2だと思えば。いや、でもちょっと本当にそんな大変な時にすいませんね。いや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 、こんなことがありましたので、皆さんもね、くれぐれも気をつけてください。まあ、じゃあ、気を取り直して行ってみましょうかね。はい、それでは、アフターシックスジャンクション2、行ってみよう。アフターシックスジャンクション2。さあ、こんな2人でお送りしている番組ですが、ここからは日帰りでお送りしているリスナー投稿コーナー、本日はこちらです。偉人帳偉人伝。んでこれ、やってやるぜ。かかってきやがれ、ガンガン行くぜ。受けてみな、ぶっ飛べ。しこらせみれな、かますぜ。見さらせ。横浜にある久世崎偉人帳、異国の風が吹くこの町には今日もさまざまな人々が行き交っています。なんだこの人はと驚愕するような異なる人、すなわち偉人から、思わず称えたくなるような偉大なる人、すなわち偉人まで、リスナーの皆さんから偉人帳で出会った幅広い偉人の目撃談を募集、偉人帳定点観測系投稿コーナーとなっております。ということで、偉人帳といえばね、先ほどオープニングトークでも船橋さん行ってきたんですよね、今日ね、ほやほやじゃない。そうなんですよ、うん、まさに偉い方の偉人、讃えたくなる方に今日ちょうどロケ終わりで会ったんですよ。あら、まあ遭遇体験、その話先にしてもいいですか。ぜひぜひお願いします。今日偉人帳のゲームセンター佐々木でロケをしまして、はい、その場で解散だったので一、人で偉人帳でご飯を食べて帰ろうと思ったんですよ、うんうんうん、あのね、偉人帳も結構なんか用かい。ねえ、早速始めようぜ。容赦しないぞ、必殺。あるじゃないですか。で、偉人帳の川がある方に歩いて行ったところ、ちょっと待って待って、川がある方ってあのお店がいっぱいある方じゃなくない？ちょっとあの偉人帳って一歩入ると、ちょっとね、ちょっとこう治安どうなんだ。何見てんだよ、泣き言いつでも遅いぜ。やってやろうぜ、ガンガン行くぜ。これかい。ガツンと行くぜ、潰れちまえ。容赦しないぞ、見さらせ。さみたいなところに入っちゃうと気をつけないと。まさにその通りで、繁華街から外れた方に行ってしまって、はいはいはい、ちょっと雰囲気が怪しかったので、まあ、昼間だったんですけどね、はいはいはい、戻ろうと思ったそのタイミングで、あの、私が TBS アナウンサーであることを、まあ、知ってくださっている、ありがたい言葉ではあるんですけれども、ちょっと見た目が怖くて、ただじゃ済まない。かかってきやがれ、ぶちかま。受けてみな、ぶっ飛べ。頑張りますか、必殺。怖い方たちに声をかけてもらいました。ちょっと悪い人いますからね、これね、ちょっと囲まれてしまってね、身動きが取れなくて困っていたところ、かといってね、キャーってわけにもいかないもんね、これね、わざわざ声かけて、ぶら下ったので、そりゃそうだ、ちょっと困っちゃうっていうところもあったんで、どうしようと思っていたら、覚悟しろ。やりましたか、ガンガン行くぜ。頑張りますか。つい。しびれる。行くか。ゴミが。黙らせてやる。
生がまた現れて、その方もいらっしゃいませ。なんかちょっとこう派手なスーツを着ていて、その人もちょっとまあ見た目はちょっと仲間の方かなって、うんうん、その筋かなって感じがするんだけど、ただその人がですね、皆さんを追い払ってくれたんですよ。とてもかっこよくて、いらっしゃいませ、とても優しい方だったんですよ、うん、で、あんまりテレビとかラジオとか見ない聞かない方だったので、うん、ちゃっかりこのラジオ番組で宣伝しておきました。クラシックジェネレーション2、ありがとうございます、はい、もしかしたら聞いてくれてるかななんて思いもあるんですけれども、うん、その説はどうもありがとうございました。ということで、まさに今日出会った偉い方の偉人の話です、うん、よかったですね、これね、うんうん、ということで、そんな感じでですね、まあ皆さんからもメールいただいてますんで、まあそんな偉い、お前とこんな店で飯食う日が来るとはな。てっきり二人きりだと思ってましたけど。海老名が俺につけてる護衛だ。無所入る前は方々に敵作ってたからな。今も俺を恨んでる奴がうようよしてるんだとさ。言われた通りパスポート取ってきましたよ。ご苦労さん。それで俺に頼みってのは、ハワイに行ってもらう。そこにお前と会いたがってる人がいるんだ。ハワイに？誰です？お前の母親だよ。はあ？荒川の親父がただ一人愛した女性、あかねさんだ。え？いや、でも改めて言っておくが、お前はあかねさんと親父の間に生まれた子だ。40年前のあの日、俺はこの目で見てた。コインロッカーで二人の赤ん坊が取り違えられていたのな。マサトとして育てられるはずだった人間だ。それが俺の捨てた赤ん坊に取って代わられた。恨みに思うなら好きなだけ言え。お前にはその資格がある。俺には親父が二人います。ソープランド桃源郷の春日次郎と、都政の親荒川真澄。俺にとってはただ、それだけです。そうかもな。だが母親についてはどうだ。じゃあその茜さんって人が。お前の母ちゃんだ。いやでも茜さんは殺されたって。俺は親さんからそう聞いてます。昔親さんが入ってた、確か氷川興産って組に追われて。ああ、荒川の親父はそう信じてた。だが真相は違う。ああ、そもそもの発端は、氷川興産の組長が自分の娘を荒川の親父にあてがおうとしたことだ。そこまで親父を気に入ってた。組の跡目にするつもりだったのかもな。だがその頃、もうとっくに茜さんとできてた親父は恐る恐る組長からの縁談を断った。ええ、するとメンツを潰された組長の怒りは親父の想像をはるかに超えていた。親父のこともお前を腹に抱えた茜さんのこともみんな殺そうとした。私は茜さんが氷川興産に捕まったとは聞いたが、死体を見たわけじゃねえ。
無事を信じて探し続けた。氷川の組員をしらみつぶしに締め上げてな。だがその頃にはもう茜さん殺しのミッションは組員から外注業者に任されていた。外注業者？プロの殺し屋ってやつだ。もちろん追跡も仕事に含まれる。氷川の組長が手配したんだ。茜さん一人殺すためにそこまで？ヤクザのメンツを潰すってのはそういうことだ。お前もそんくらいはわかるだろ。だが荒川の親父は彼女を救うためにとうとう氷川興産に乗り込んでった。たった一人でな。どこにいようが死ぬのは時間の問題だ。花の利く猟犬どもが必ずお前の女を探し出して骨まで食い尽くす。たとえ俺がここで死のうが殺しの依頼は果たされる。殺し屋に任務は中止だと伝えてください。できねえ相談だ。もう押せ。てめえは後戻りできる一線をとっくに越えちまってんだよ。荒川！茜はどこにいる？もう日本を出て向かった先はフィリピンだ。小せえ怪しげな貨物船に潜り込んだんだとさ。何のつてもねえ女が大した金もなく密航だなんてな。そういう時見返りは何だと思う？海にいる間中ずっと船員たちの慰み者にされるんだ。代わりバンコにな、この野郎。殺し屋に電話しろ。任務は中止だと伝えろ。引け。いい顔じゃねえか荒川。俺なずっとお前の
その顔が見たかったんだよ。殺し屋に電話するな。今頃あの女はどうしてるだろうな。親父は氷川組長が死ぬまで拷問を続けたそうだ。だが最後の最後で組長は笑い続けてたとさ。結局茜さんの居所もつかめずじまいになった。殺し屋を止めたくたって連絡のつけようもない。けどフィリピンに向かったってことは分かったんだ。なら何か手の打ちようがあったんじゃ。もちろん親父はすぐにフィリピンに飛んだし、自分の組を立ち上げた後は子分らにも探させた。だが手がかりはつかめず、そのまま何年も経っちまった。もし茜さんが無事生きてりゃ、何か親父に連絡してきたろう。だとしたらつまりもう手遅れなんだろうと誰もが考えていた。口に出さねえまでもな。でも当時俺たちが親父に持たされた茜さんの写真だ。え、見たことねえだろ。この人が茜さん。ハワイ生まれで日系の血も入ってるそうだ。怪不得春日一番鼻子这么挺。俺にもその血が。我就说他为什么鼻子这么挺。そうなんだろうな。眼窝那么深。但是那个荒川真诚并没有这么，所以。アカネさんが消息を絶って10年も経ったある日、親父に知らせが入った。取引のあったフィリピンマフィアの幹部からだ。ハワイでアカネさんらしき人を見たと。ってことはフィリピンからいつの間にか故郷に移ってた。ああ、もちろんそっちも前から組で調べちゃいたんだが、アカネさんの生まれがハワイのどこそこってとこまでは親父も知らなかったんでな。網に引っかからなかったんだろう。それで確かめに行ったんですね、茜さんのことを。知らせを受けた後すぐに現地へ飛んだ。ただし親父は行かずに俺一人で。なんで。親父が自分で行かなかったのは、言葉を選ばずに言や、きっと怖かったんだろう。それまでだって情報が来るたびに希望を打ち砕かれてきた。脈のありそうな時ほどガセだと分かった時のダメージはでかかった。なるほど、確かに。そして俺は茜さんを見つけた。正真正銘、本人に間違いなかった。無事でいたってことですか。そうだな、平穏に暮らしてたけどな。それは俺には実に都合の悪い状況だった。え、もし晴れて親父の元に戻れば、茜さんは自分の子供を目にすることになる。コインロッカーの受け渡しに失敗して体に障害を抱えちまった赤ん坊の成長した姿だ。初めは再会できただけで十分だというかもしれない。それでもなんでそんなことになっちまったか原因を突き止めようとするだろう。いずれ親父と茜さんはお互いの記憶を細かく突き合わせていく。するとそれぞれ違うロッカーで赤ん坊を受け渡してたと気づく。
二人はその時、今まで自分たちのことを信じてきた荒川雅人、若をどう扱う？うん、そりゃ実際どうなるかは誰にもわからない。ただ一つ言えるのは、茜さんが日本へ戻らなきゃ何もかも今まで通り、俺や若が破滅することはねえ。じゃあまさか頭は茜さんのことを。你别总不会吧。そうだ、俺は茜さんを殺すつもりだった。さすがに俺も震えたよ。親父の愛した人を始末するってんだからな。だが彼女の一言のおかげで俺は手を汚さずに済んだ。私は死んだことにしてください。ハワイに茜さんの子供たちが。考えてみりゃ驚くことでもねえ。殺し屋に追われる逃亡生活でずっと親父と連絡を取ることもできずにいた。そんな中で茜さんがどんな人生を選択しようと誰に責められる。俺は彼女の希望通り茜さんは死んでいたと親父に報告した。ハワイで氷川興産の刺客に殺され、死体は始末された後だったってな。親父は黙って俺の報告を受け入れた。茜さん捜索は打ち切られ、親父の口から彼女の話を聞くこともなくなった。这下一切都明白。その後も俺は細々とだが茜さんと連絡を取ってた。彼女が妙な里心を犯さねえようコントロールする必要があったからな。あんたってやつはどこまでも。けどこの件についちゃ茜さんが言い出したことでもある。あんたの行動が全部間違ってたとは言わねえよ。だが4年前に親父が死んで、俺が無所に入ってから状況が変わった。茜さんには包み隠さず全て白状する手紙を送った。俺が親父を裏切ったことも、総武育ちの春日一番が茜さんの産んだ子だってことも。皮肉な話だ、親父が死んだことでようやく俺も茜さんも自由になることができた。それでな、アイジ、アガリさんが今になってお前に会いたいと言ってる。アカネさんが俺に。アカネさんのハワイの住所がこいつに書いてある。アカネさんからの手紙ですか。封筒だけだ。手紙は俺と茜さんとのやり取りだからな。お前には見せらんねえよ。まあそうっすね。40過ぎて見たこともねえ母ちゃんに会えって言われてもピンとこねえだろう。でも茜さんももう年だ。思い残すことなく行かせてやんのが息子の務めってもんだろう。そりゃこいつは俺がやるべき罪滅ぼしの一つだ。ハワイ行きのチケットはこっちで用意する。出発は明日の夜だ。あとはお前の気持ち次第だがよ。どうだ、俺のためじゃねえ、茜さんのために会いに行っちゃくれねえか。イチ頭、頼む。あんたが
俺に頭下げる日が来るなんて思ってませんでしたよ。わかりました。会いに行きますよ、アカネさんに。もし断ったらぶっ殺したとこだ。おう。体調万全だぜ。蚯蚓，等还能捡这的。何見てやがる？肉塊にしてやる。やろうぜ。頑張りますか。見さらせ。孙玉这笑的真真离谱。哎，
为什么世家的牌子换成 GIGO 了？什么情况？这是什么？这为什么？这游戏不是世家的吗？为什么会这样？这怎么堵车了？广角。你旁边不就是出租车吗？靠！絶好調だ。记得外传里经常有一个人吐槽自己携带又那个又骚。
邪魔すんじゃねえ。人家在这他妈的拍照，ぶちかます。烦死我。受けてみな。ぶっ飛べ。しびれる。出番が来たな。必殺。最早的路灯在横滨，本身日本人口最多的是哦，哦。这是什么地方？一星堂。是卖中药的地方。いらっしゃい。あり。北京菜。这个符是倒过来的，是那种，像那种怎么说呢？像那种对联上那种。这家店不是我帮的那个，我帮他儿子和他，现在看看怎么样了。哎，现在还是他老爹在掌厨哎。你的是麻婆豆腐。いただきます。いただきます。ごちそうさま。ありがとうな。这边我记得是个赌场，现在进不去。
忽然想起来我的公司。莲蓉呢？惠梨怎么样？提拉米，你这也没有提拉米。いただきます。いただきます。ごちそうさま。さん。ありが。泡沫时代。这不是我的公司吗？问题是我的公司呢？那现在呢？他还提到了这句话，他还提到这里是一方控股的所在地。那现在一方控股去哪？出番が来たな。你怎么在这么远？見さらせ。高档服装絶好調だ。何見てやがる。肉塊にしてやるって気合い。ぶちかまったの。頑張りますか。现在我觉得我们可以回去了，因为现在路上其实没有什么支线，我们不如直接走。そうか。ああ。おう。おう。おう。第一次出国。あ。这么狠啊？啊？真的吗？真的吗？你不是在骗我吧，南普？嗯。真的？我倒知道日本人就喜欢去夏威夷，日本人最喜欢的旅游地点应该就是夏威夷，到处都是夏威夷。这，また。お。哦。那
わかった。ありがとうよ。なあ。なあ。为什么春日笑得如此之狰狞啊？我马上回来。车どちらまで行かれ。それでは。行ってきます、おやさん。おやさんが愛したっていう茜さんのところへ。茜さんが生きてることも、お前が実の息子だってことも知らずじまいだったんだよな。おやっさんとの血のつながりについちゃ本当のところはわからねえ。つか、そこはどうだっていいんだ。ん？おやっさんにとって俺は俺でしかねえし、俺にとってのおやっさんもそうだ。血のつながりがあってもなくても何も変わりやしねえ。だから DNA 鑑定しねえのか。俺だったら正直はっきりさせてえと思うけどな。俺の父親は2人、ここに眠ってるおやっさんと、誰のことも知れない俺を育ててくれた春日次郎。それだけ分かってりゃ十分なんだ。そうか。お前そういうところは頑固だよな。なんだそりゃ。ああ、中に、おやっさんの遺灰が入ってるんだ。おお、そんなもん作ってたのか。茜さんに渡してあげたくてね。もちろん、受け取ってくれるならだけどよ。それでお前、素直にハワイへ行く気になったのか。かもな。おやっさんも、喜んでくれるんじゃねえかと思ってさ。ね、どうすかね、おやっさん。背这个书房，
他背着个双肩包，和我出去旅行一样。这些龙虾，嗯，どうした、ナンシー？这龙虾还在，天。こいつは俺の相棒で、ザリガニのナンシー。前にいろいろあってホームレスに食われそうになってるのを助けて以来、俺と一緒にいる。ナンバが悪ふざけて土鍋に入れたら、すっかり気に入ったらしく、今はそこがナンシーの家になっている。そうだ。ハワイに行くならナンシーを誰かに預けないとな。でも誰か世話してくれる人か。うん。足立さんとかに頼んで。ん？嫌なのか？でも俺のハワイ行きが長引いたらナンシー冷やがるかもしれねえし。分かったよ。相棒だもんな。おめえも一緒にハワイ。不是禁止带肉吗？动物。这过不了安检啊！你这是怎么带的？騒がないでいい子にしててくれよ。ナンシー。这。小书包。嗯。这。这。又来了，江湖宝贝大师。哦，なんだこいつ。変質者だな。この町はこういうイカれたやつもたくさんいる。忘れたのか。いや、そうだったね。よっしゃ、やるぞ。おうよ。ショータイム。準備はできてるぜ。頑張りますか。こうねえのか。見さらせ。ガンガン行くぜ。ガツンと行くぜ。江湖宝贝又开始。まったく何が楽しいんだこいつ。相変わらずどん底の町だな、ここは。ほう、コウモリ男か。変わらず筋門登録に励んでくれているようだな。那你给我解释一下为什么要重新收集一遍？感謝するぞ。我不都收集了。久しぶりだな。あんたは誰だっけ？ズコ！俺だよ俺。ドクター森笠。通称筋門博士だよ。冗談だよ。覚えてるって。久しぶりだな、スジモン博士。久しぶりだな。スジモン博士？カスガの知り合いか。足立さんも会ったことあるだろう。一緒に雑居ビルに入ってるスジモンセンターへ行ったじゃねえか。全然覚えてねえ。可愛いことの思い出なら忘れない自信があるんだがな。あっそ。まあいいや。この人はスジモン博士っていうスジモンの研究をしてる怪しい人だ。俺はこの博士からスジモンのデータを集める協力を依頼されていたんだ。その通り。ちなみにスジモンとはその筋のものという意味だ。筋のもの、スジモン、スジモン。はあ。ま、要は危険な人間のことだな。俺は下手に絡んだらボコボコにされるような危険な人間を辻門と呼んでるんだ。なんだか語呂もいいしな。全てはこの世界の平和のために。平和？この世界、特にこの偉人町は
危険な人間が山ほどいる。チンピラから変質者まで山ほどな。だから俺はデータを集めて誰が危ないのかをしっかり定義することで一般人が危険な目に遭う確率を減らしたいと思っているのさ。それで危険に巻き込まれやすい春日がデータ収集を手伝わせる人材として持ってこいだったってことか。但是他为了方便那些，なんだか思い出してきたぜ。玩过的。それで春日、通常のデータ収集が相変わらず続けてくれているのか。で、怪しいな。删了。俺がインストールしたアプリ。哦，是这么解释，因为把应用删了，所以要重新收集。是。だ、ちょっと。おい、お前、俺の筋文図鑑アプリアンインストールしてるじゃねえか。なんかいらないかなって思って。いらないかなと思ってじゃない。もう一回入れさせてもらうからな。安全。めんどくせえな。頼むよ、この町の平和のためなんだからな。あ、でも俺もうすぐハワイに行くんだよ。海外でもこのアプリ使えるのか。ああ使えるが、お前ハワイ行くのか。なんでまたバケーションか。いやちょっとやることがあってな。ハワイって言ったら辻門のメッカと言われてる場所だぞ。え、そうなの。おお、最高の南国リゾートだが裏には野蛮なやつも多い。日本にはいないような種類のスジモンが山ほどいるはずだ。それにスジモンたちを使ったとある大会も開催されている。とある大会。まあそれはいつか時が来たら話すよ。とにかくハワイでもスジモンデータ収集をよろしく頼むぞ。目指すぞスジモンマスターアゲインアゲイン。わかったよ。それじゃな、博士。まさかハワイに行くとは。これはあの因縁を晴らす最後のチャンスかもしれん。这故事不有里面有玄机。那谁在喊？谁喊了个达雷嘎？达雷嘎的意思是是谁吗？应该是是谁吧？翻译那个字怎么读？直？应该是要去神内战。哎，这不是那个吗？这不是那个电影《大鱼灾难片》。いらっしゃいませ。周龙商会。这他是这靠在这闻这个天。过期便当。心も体もバッチリ。扬州料理。这能捡的垃圾也太多了。何見てんだよ。カカカシラ。やってやろうぜ。ぶちかます。
ったな。必殺本来进去路被什么堵住？啊，就是，我记得是这里吗？忘了。这一碗牛肉饭再走。吉野家，流动啊！吉野家，吉野家的英文是什么？罗马音，有西诺亚。吉野的家。いらっしゃいませ。有西诺亚。牛肉饭，嗯，真香啊！牛肉碟套餐。超特大盖饭，鳗鱼盖饭，哇，牛龟套餐，而且吉野家的价格这么便宜吗？这也太便宜了，好像确实很便宜，直接狂吃一顿。夏威夷不知道吃不吃得到牛肉饭，他们最爱的就是牛肉饭，让他们吃爽一次了。ごちそうさま。ありがとうございます。那个相扑手，柿子树任务的那个，传到了海外，这意思是夏威夷要又有人在这里练。一番、お前身軽すぎねえか。ハワイだぞ。
日帰り温泉に行くんじゃねえんだぞ。向こうで何泊かするんだろう。着替えとか持ってんのか。足りなくなったら向こうで買うよ。荷物が多いのは苦手でさ。しかしホームレスだった俺らが着替えの心配か。確かに偉くなったもんだ。お前も気分転換にはいい機会かもしれん。なるべくゆっくりしてこいよ。他们居然不去。土産はマカデミアナッツ以外な。ね。ありがとな、アデスさん、ナンバ。そんじゃ、行ってくるわ。居然就我一个人。気をつけていけよ。这。还以为是一起去呢。第一次坐飞机吧，应该是。やっぱハワイの日の出は一味違うね。National Airport. On behalf of all of our crew, thank you for choosing to fly with us today. 各下不需要字幕。We hope to see you again soon. 痛った。すいません。大丈夫ですか。すいません。ちょっと。失礼します。ねえ。ちょっといいかい。こういう時は遠慮しねえで、ズボンのベルトを持つといいんだ。相撲の回しみたいに掴んで。過ぎた真似しちまったね。ご親切にありがとうございます。慣れていらっしゃるんですね。まあ昔車椅子のダチがいたもんだよ。ああそれでですか。あんたは観光かい。そうですね。ええ。そっか。お互い楽しめるといいな。じゃあそちらこそ。ボンボヤージュ。ボンボヤボンボヤージュ、良い旅をって意味です。おボンボヤージュ。アロハ。Speed limit. Taxi.兑换为美元，一美元等于100日元，差不多吧，好像现实里确实也是差不多。确实新鲜啊，都没见过。我们等会儿再搭车吧。哦，对，你最好等会儿再搭车，因为这个区域我看他的意思是回不来了。哦，就是，反正我先看。咖啡。现在都出不去，那其实也没什么地方好去。Terminal 5。
はい、じゃあ笑ってー笑ってんが悲しん、はい、悲しんで笑ってー腰卷巷有的时候拍自拍可以用广角模式而且夏威夷的话我感觉比较适合这个我总是典故玩具也不错其实可爱很可爱比较阳光来旅游咯咱们直接找车就行了这一块没有什么东西哟哦日本語話しますか哎日本語話路盖这个是什么问诗啊一般问比如说你可以说英语不是 Ego Hanasmaska 这个是日本语悪かったな。ありがとうよ。就是他，因为 demo 里出现过这人。他不仅是会日语的司机，他是主角团之一呢，好像。アロハ。新的。アロハ。あのこれなんだけどよ。ん？日本語話せるかい？話せるかい？哦，読めた。話せるかい是看得懂日本话，不是会说日本。原来是这样。助かった。行き先はこの住所なんだよな。わかるかい？話せるかい？ちょっと距離あるね。そっか、結構かかるのかな。ハワイは初めて？ああ。そっか。ようこそハワイ。楽しんでってよ。お客さん、日本から来たんだよね。俺も一度行ってみたいんだよね。日本人の客みんなにそう言ってんのかい？営業トークじゃないよ。本当にそう思ってんだ。日本はいい国。治安はいいし、飯もうまい。ああ。でもそれこそハワイなんて地上の楽園ってイメージだけどな。一年中あったかいのはいいけど、两个人都更向往对方的。ハワイにもいろいろあるよ。
住宿的地方。そうなのか。実際ハワイじゃ日本人が人気だよ。いいお客さんだからね。昔はもっとたくさん来てた。あんたも今度は友達連れて大勢で来てよ。まあ今回はちょっと訳ありの旅だからな。それにしてもうんちゃん陽気だね。南国気質ってやつか。うん、よく言われるんだ、ノリが軽いって。けど俺も日系だからね。親父が日本人なんだ。そうなのか。で母ちゃんがこっちの人。そう。そっか。じゃあ俺と一緒だな。へえ、そうなの。ああ、俺もこの前聞かされたばかりなんだけどよ。なあ、さっきの封筒もう一遍貸してくれる？住所を見たいんだけど。な？ああ。もう着くのか？日本で調べたときはもっと郊外だと思ってたんだけど。へえ、そっか。そのくらいは調べてきてたのか。あん？オリナ。这。いや、だから日本人大好き。ちょっとチヤホヤするだけでコロッと信用してくれるからな。手は挙げた方がいいのかい？いいよ、おとなしくしてりゃそのままで。まずは財布とスマホを出すんだ。言うこと聞かなきゃどうなるかわかるよな。撃つってのか？あんたが俺を。当たり前だろ。そうは思えねえから聞いてんだ。あ？確かにアメリカは銃社会って言うよな。でも面と向かって引き金引くってことがどういうことか分かってるやつはそういねえだろうよ。だったらなんだよ。あ、おい、撃つって腹決めてるやつは目を見りゃ分かる。多分あんたも経験すりゃ分かる。平和ボケの日本人が反撃してくるなんて驚いたろ。いい勉強になったんじゃねえか。な、舐めやがって。いい気になってんじゃねえぞ、この野郎。よー、来夏威夷。直接開打。ガンガン行くぜ。ガツンと行くぜ。受けてみな。仕事してくれりゃチップも弾んだのによ。悪いが金は払わねえぞ。封筒返してくれや。封筒？住所書いてるやつだ。ああ、あれか。なんだ、自首でもするつもりか。捕まるのはお前だ。はあ？おい、あ、そりゃあかねさんの。てめえ、吐き出せ、吐き出せって。おわっ。
何の話ですかね、タクシー強盗さん。何だと？ Officer help! I'm being robbed! This hoodlum wanted money and she pointed a gun right at me. ちょ、おいおい、ちょ、ちょ、ちょ、まんまとそいつの言うこと真に受けてません？Alright, alright, smart guy. Put your hands in the air and turn around! わかった、ちょっと待ってくれ。 Get on your knees! Right now! 今説明する。オラ、ハワイに着いたばっかだ、強盗じゃねえって。 Yeah, arrest that scumbag. I'm pissing myself over here. くそ、なんだ俺が。ざまあ見やがれってんだよ。 How the officer? That man is not safeボンボヤージの兄ちゃん。 Who you should be arresting is the driver. He is real safe. And if you need proof, I recorded the whole thing. Hey, freeze! いや、助かったぜ。危うくハワイに来た途端、豚箱行くとこだって。本当、災難でしたね。私も驚きました。でも、兄さんはなんでここに？いや、あなたを追いかけていたんです。俺を？ええ、空港を出たところで、ヤバいタクシーに乗ってるのを見かけたから。ヤバいタクシーって見ただけでわかるもんなのか。実は私こっちの生まれで、それでなんとなく見当がつくんです、観光客をかもろうとしている人って。さっきのやつがまさにそうだったってことだ。英文口音听起来并不像是小时候的。別に確信があったわけじゃないんですけど、あなたにはすごく親切にしてもらいました。可能在日本待久了、说不定。万が一のことがあったらと思ったら放っておけなくて。比如说小时候待到什么七八岁。ありがとな。おかげで本当に助かった。甚至。俺は春日ってんだ。春日一番。春日さん、私は三田村と言います。三田村英二です。へえ、いい名前だな。春日さんはどちらまで行くつもりだったんです？あ、そうだ。やべえぞ。封筒に住所が書いてあったのに。封筒って。もしかしてさっきの運転手が飲み込んだやつですか？お、お。他にアドレスを控えたりは？いや。问问泽城啊。泽城虽然会臭骂你的，那泽城肯定不止一个信封啊。そうですか。あ、ちょっと待ってください。もしかしたら。ん？他拍到了。なんとかなるかもしれないです。え、本当かよ。さっき私が取った中に春日さんの手紙も写っています。荒くて読めませんけど、ちょっとデータをいじれば多分。来个 AI。住所がわかる？大丈夫だと思います。頼んでいいのかい？もちろん。これも何かのご縁です。ただ PC での作業が必要で、一緒に。私の宿泊先まで来てもらっていいですか？もちろんだ。オンに切るぜ、エイちゃん。エイちゃん？エイちゃん。エイジだろ？だからエイちゃんよ。あ、ちょいと慣れ慣れしかったか？いえ、あだ名で呼ばれるなんて久しぶりで。じゃあ、行きましょうか。そうだ、春日さん、お腹空いてません？ああ、そういや、こっち来てから何も食ってなかったな。言われて腹が減ってきたわ。でしたら、ちょっと食べていきませんか？私も食事がまだだったので。あ、いいね。ハワイの飯か。楽しみだぜ。前によく行ってた店があるんです。よかったらそこへ行きましょう。
カズカさんは苦手なものとかないですか？どんなんでもウェルカムだよ。お前は何出してもうまそうに食うなってよく言われる。现在好像当时和少主的时候。A ちゃんおすすめの店なら期待しかねえぜ。ただあんまり高いとこだとちょっと懐具合がよ。ご心配なく、ごく庶民的な店ですよ。それよかった。旅行ってのはいいよな。こういう新しい出会いがある。いきなり出くわしたのが強盗でなきゃもっと良かったけどよ。ですよね。でも本当に滅多にあることじゃないんです。そういや、あの強盗どうなったかな。警察に撃ち殺されたりしてねえか。あんな奴のこと心配するんですか。いや、根っからの悪党ってわけでもなさそうだったからよ。すごいですね、春日さんは。なかなか言えませんよ、銃を向けてきた相手にそんな言葉。そうかい。ハワイの開放感でオーラから気持ちになってんのかもな。リソージンスパー。鬼寮度假村，阿罗哈海滩。春日さんはハワイの料理といったらまず何を思い浮かべますか？我也不知道夏威夷有什么菜，让我学一下。そうだな、ロコモコだっけか？ロコモ。あれは聞いたことあるな。ご飯にハンバーグと目玉焼き乗っけるんだろ。ごちそうすぎて恐れ多いぜ。我要去夏威夷的时候我要吃这个。美味しいですよね。最近はハンバーグ以外にもチキンだったりマヒマヒを乗せたりもするんですよ。マヒマヒ是什么？マヒマヒ？白身魚です。大きいと2メートルくらいある魚で。おお、そりゃすげえな。ハワイの名物ってわけかい。そんなでけえ魚釣ったら。いい土産話になりそうだな。間違いないですね。そういえば春日さんはどれくらいハワイにいるんですか？どうかな、まだ決めてないんだけど、あんまり長いはしねえと思う。観光目的ってわけでもねえんだ。あ、そうなんですか。じゃあお仕事で？いや、仕事でもなくてさ。え？ここまで来たら行っちまうけどよ、俺が赤ん坊の頃行き別れになった母ちゃんってのがハワイにいるらしくてさ、その人に会いに来たんだ。行き別れ？嘘みてえな話だろ。自分でも全然ピンとこなくてよ。まあ確かになかなか実感は湧きづらいでしょうね。あ、じゃあさっきの封筒に書いてあった住所がお母さんの？そうなんだよ。まさか強盗に飲み込まれるとはな。なんとも波乱万丈ですね。でも捨てる紙あれば拾う紙ありってやつだ。おかげでこうやって新しいダチと飯を食えてる。ダチって私のことですか？エイちゃんが迷惑でなきゃ俺はとっくにそのつもりだぜ。春日さん、じゃあ住所の復元は絶対に成功させないとですね。新しいダチの頼みですから。頼りにしてるぜ。ありがとうよ。そうです。ええ。おお。独立開発者インディ。そうか。え？え？なあ、
任せとけ。で、わかりました。第一次游泳。阿罗哈海滩。看不了的粉红石。悪かったな。戴维以你穿成这样走也不是很大问题吧？这不就是正常一街上不到处都是。自己摘的才香。适得体验。哈哈哈！分かった。又糟了，哈哈，这热心肠。哦，他在，哎。
这下揍了以前没揍过的。加油！加油 ！Supporter， 这一代有新的角色 ，Supporter 以前没有哎。他们三个这个架势让我不好打。My bad. そうか。这あのいいぜ。这车把我的景色都给挡住了。又挡我的风景是吧？这些车又开始挡我的风景。
Joe's Library. Aloha. 三明治，四美元，金枪鱼。Thank you. Oh, ありがとうございます。旁边有个闪光东西没拿。いやー、しかし、さすがハワイだな。どこも、なんつうか華やかだ。気に入ってもらえてよかったです。私が普通に歩ければ、もうちょっと紹介できる場所もあったんですけど。んなことねえって。エイちゃん、車椅子は長いのかい？いえ、仕事帰りに事故にあって、それ以来だから、4、5年ですかね。事故か。大変だったな。ええ、まあ。春日さんのお友達はどうだったんですか？車椅子。なあ、こっちも事故だな。赤ん坊の頃には歩けなくなっちまったんだ。俺は10代の頃にその人と会って、何年か付きっきりで車椅子を押してた。俺はその人の足代わりになりたくて必死だった。でもそんなことあの人は望んじゃいなかった。もう少し早くそのことに気がつけりゃな。春日さん。な、ああ終わり、独り言だ。大切なお友達なんですね、その方。ね、そうだな、兄弟みたいなもんだと思ってる。兄弟。こっちが勝手に思ってるだけだけどな。道、こっちでいいんだっけか。あ、はい、大丈夫です。よっしゃ。春日さんはきっとお友達がたくさんいるんでしょうね。なんていうか、気安く話せる雰囲気がありますよ。ありがとうよ、エイちゃん。もしよかったら今度日本でダチを紹介するぜ。そんな、私なんかきっとお邪魔ですから。大丈夫だって、どうせ暇しちゃってっからよ。さっき春日さん言ってましたけど、お住まいは横浜だったんですね。なあ、偉人町だ。初めてあの町に行った時は俺、銃に撃たれたばっかでよ。そこのホームレスに命を助けられたんだ。さすがに今のは話盛りましたよね。本当だって、俺人生で一度も嘘ついたことねえんだ。また盛りましたね。ほら見てみ、ここの胸んとこまだ撃たれた傷が残ってんだ。本当だ、それ本当に銃の跡なんですか。おお、その時俺を助けてくれたのがさっき言ってた俺のダチでさ。一度会社に勤めたんだがよ、最近また無職になっちまったんだよ。ああ、不是不是不是。这个想错人了。他说的是祖，说的是南波。说的不是。仕事にあぶれちまって。那个本川真斗。どうしちゃったんですか、春日さん。ああ、すまね。まだどうも引きずっちまっててよ。詳しい話は分かりませんけど、春日さんのお友達ならきっと気にしてませんよ。優しいこと言ってくれるじゃねえか、エイちゃん。どういたしまして。春日さん着きました。ここです。お、ここか。じゃあお邪魔するぜ。外面看着就是个 motel， 怎么还有游泳池啊？结果，なんとかなりそうかい。外面看着并不高级。デジカメの画像を解析にかけてみます。すぐに結果が出ますよ。すげえな。俺はそういうのからっきしでよ。強盗を返り討ちにしちゃう方がすごいですよ。解析終わりました。封筒の住所読めそうです。
おお、すげえ。どうなってんだこりゃ。お役に立ててよかったです。いや、助かったぜ。ありがとよ、エイちゃん。なっ、あ、お前タクシー？サビサビ。こいつらで間違いねえんだな、富澤。あ、はい、間違いないです、八重さん。はあ、なんだこいつは。あれ、こいつ見た顔だぞ。甘井風。あ、どこでだっけか。ああそうだ、春日だ。春日一番。へえ、驚いたな。お前ら知らねえのか、極道大解散の MVP だよ。え、何しに来やがったお前ら。下手打った強盗が逆切りしてわざわざお礼参りかよ。富澤君のタクシーが札に押収されちゃったんだけど、あれ俺んとこの組で貸してた車なんだよ。組って、ハワイにもヤクザがいんのか。ガイドブックには書いてないだろうな。でだ、弁償してもらいに来たわけ。金持ってるようには見えないけど、あんた健康そうだし工面はできそうだ。山井さんつったかい。こっちの極道にもそれなりのやり方があんだろうが、今回はどう見てもお門違いだ。弁償なら俺じゃなくてそいつにさせな。それができたら俺も苦労しないんだよな。ちゃんと三食食ってるか。こんな簡単に骨いっちまうなんてかわいそうに。なんてこと。こいつはもともと俺らに借金抱えててよ、稼ぎ口がねえってんで仕事させてたんだ。なのにタクシーまで取られちまって、そのパソコンも良さそうだな。いい加減にしろ。エイちゃんを巻き込むなんざなおさら筋が飛んねえだろうが。あの春日さん、封筒の画像データが PC に。まだコピー取ってないんです。だからこの PC 取られちゃうと。分かった。でも大丈夫だ、エイちゃんに手は出させねえ。やる気満々だな。寒いから早く帰りたいんだけどよ。なあ、その格好は暑くねえのか。寒いよ、ハワイならあったけえと思ったのによ。困った話だ。さあ始めるか。这到底他妈怎么回事。三井和泰。春日さん、私もサポートしますから。ありがとう。找到敌人破绽。頼りにしてるぜ。还有这种。伟大击球。やってもらうといくぜ。直接秒了四个，三个，春日さん、チャンスです。
だらしねえな。おらよ。大丈夫か、エイちゃん。大丈夫です。修理变了。ガンガン行くぜ。受けてみな。行動。よし、連中の分析が完了しました。ガンガン行くぜ。へばってんじゃねえ。受けてみな。よし、春日さん、攻撃のチャンスです。这support还挺有用。悪いな、エイちゃん。追っ手が来るともわからねえ。逃げるぜ。は、はい。PC は無事です。住所の画像データ守りきりましたよ。今春日さんのスマホに送ってあげましたから。本当か。俺のせいで怖い思いさせちまったな。でも根性あるぜ、エイちゃん。そんな、やるしかなかったってだけですよ。やるしかねえ時にやれるのはすげえことだ。ありがとな、エイちゃんは俺の恩人だ。这帮人真搞笑。暴打。春日一番か。じゃあ、春日さん、お世話になりました。こちらこそだ。ほんと、世話になったよ。A ちゃんにはすっかり迷惑かけちまって。いや、いいんです、そんな。こっちもなんか、いい経験させてもらいました。自分がヤクザと乱闘するなんて、思いもしなかったですから。確かにな。それに、春日さんは私と自然に接してくれましたよ。車椅子のこと、左利きと右利きの違いくらいに見えてるっていうか、そういうの新鮮で、一緒にいて楽しかったです。参ったな、こりゃ。もっと褒めてくれ。時間さえあればいくらでも。じゃあ、ありがとな、エイちゃん。落ち着いたらまた会おうぜ。ええ、ぜひ。旅のご無事を祈っています。お、元気でね。ボンボヤージ。ええ、ボンボヤージです、春日さん。
ここが茜さんの家か。なんて呼びゃいいんだ？母ちゃん？いや、それはな。よし。茜さん、私、春日一番と申します。沢城の頭に言われまして、はるばる日本から参りました。ん？誰？ごめんください。あ、留守か。ごめんください。第二章，异乡人结束。